内陸県埼玉から海の未来を見つめる海と日本プロジェクト in 埼玉県。11月12日日曜日、東京墨田区でスポゴミ甲子園2023全国大会が行われました。この日は全国40道府県から高校生の代表が集まり、3人1組で制限時間45分の中で規定エリア内のゴミを拾い、その質と量をポイントで競います。埼玉県代表は昨年優勝の川口工業高校の掃除部クリーンクリーンです。連覇目指して頑張るぞ。埼玉県代表クリーンクリーン連覇なるか。それではスポゴミ甲子園競技スタートです。埼玉チーム、まずは川沿いのゴミ拾いへ。やっぱこういうところは多いですね。なんかポイ捨てのゴミとかがどこの町でもそうなんですけど、川沿いでこんなにたくさんのゴミを拾うことができました。続いては街中へ移動。こんなところにもゴミがたくさんあるんですね。そろそろ制限時間45分、拾ったゴミの計量です。40チームが拾ったゴミの量はおよそ383キロでした。それでは結果発表。ゴミ拾い日本一の座に輝いたのは大分県代表の東名選抜バージョン 2.0 でした。さて、埼玉県代表川口工業高校のクリーンクリーンは連覇は逃しましたが、第3位と健闘しました。来年参加する機会があったら、これを生かしてゴミを拾えたらいいかなと思っております。やっぱ悔しいけど、それでも3位っていう結果なので、まあ、胸を張って報告はできたらなと思います。来年は今年よりいい成績を取れるように掃除部一丸となって頑張っていきたいと思います。全国の高校生が参加するスポゴミ甲子園、参加した生徒たちが次のアクションを起こす人材に育ってくれることを期待したいですね。海と日本。ご視聴ありがとうございました。海と日本プロジェクトのチャンネル登録、ツイッター、インスタグラムのフォローもお願いします。